写真拡大。 DeNA との3ヤクルト27日横浜スタジアム、代名詞の豪快なアーチでビッグネームに肩を並べた。ヤクルト村上宗隆内野手が横浜の夜空にかけた先制の31号ソロ。今季86打点目は高卒2年目、来シーズンでは53年の西鉄中西太に並ぶ歴代最多だ。2回2死新人王を争う DeNA 上茶谷の145キロ直球を完璧に捉え、中堅左に放り込んだ。追い込まれていたのでしっかり粘って打てるようにと思っていた。球場を訪れた中西氏に激励された。頑張ってるか、調子はどうだ、お前のおかげで俺の記事が出ているよ、取材に来たんだよ。目を細めるレジェンドからパワーをもらっていた。高卒2年目以内のシーズン31本塁打も86年の西武清原和博に並ぶ数字。しかし逆転負けを喫して記録を喜べるはずはない。結果は後からついてくると思うと淡々とした表情を崩さなかった。打点はリーグ単独トップ、本塁打もトップに1差だ。新人王はもちろん2冠に手が届く位置にいる。残り20試合ちょっと、勝ちにこだわってやっていきたい。チームは最下位にあえぐ中、19歳の大砲は新たな歴史に挑戦していく。